私は戦いと共にありました。幾百の国が幾千の時を超えて覇を競い、幾億の命がついと消えていきました。流された涙が海となって、人は戦うことをやめません。なぜ誰かが憎いから、何かが欲しいから、誰かを守りたいから、何かを失いたくないから、正しい答えを教えてくれる人はいません。戦う理由もまた剣を振るって問うしかないのです。目の前に立ちはだかる敵に、刃のごとく飛び上げた自らの心に、それが私たちの定め。果てなく争う人間を、世界中が静かに見下ろす異邦世界、ダイランティア、それが私たちの世界。ダイランティアは世界中の生み出す根源エネルギー、マナに潤された世界でした。でもとどまることのない人間の欲望は、世界に満ちていたマナを枯渇させてゆき、3年に一度世界中になるマナの塊、大いなる実りをめぐる争いは最終戦争にまで拡大しました。しかし人類はかろうじて破滅寸前で踏みとどまり、全国家間に世界樹協定が結ばれました。各国は戦争ではなく、代表戦士シグルスによる武闘大会で大いなる実りの獲得権を競う道を選んだのです。これが人類の理性の産物と言われるユグドラシルバトルの始まりでした。世界から国家間の戦争が消滅して100年。現在は4つの大国によってユグドラシルバトルは競われています。シグルスたちの血と思いを代償にして、ただ一つの国だけを飛ばすために。お前のことは頼りにしてるよ。星を数え歩く夜、頬を流れる涙、滲んでゆく世界に君は待っていた。探し、いつも叫んでた答えが欲しい、生まれてきた意味でも気づき
聖なる生命エネルギーマナによって繁栄した世界ベルトルング、世界樹からもたらされるマナにより人々の生活は潤い、この世界には恒久の平和が約束されていると誰もがそう信じていた。しかしある日突如として世界に満ち溢れていたはずのマナが枯渇し始めてしまう。木々や農作物は枯れ、動物は弱り果て、人々の生活にも深刻な被害をもたらすマナの枯渇。世界はこのまま衰退していくしかないのだろうか。そんな世界においても希望を捨てず旅立つ戦士たちがいた。